お、今ホテルから出てきたのは鈴森くんじゃないか。あいつ、彩音さんという奥さんがいながら、許せん、許せんぞ、今回ばかりは許せん。木下部長、お願いがあるんですけど。あ、お願い、なんだお願いって。来週の月曜日お休みをいただきたいんです。あ、来週の月曜日休む、ふざけるな、何様のつもりだ、平日に休むなんて。すみません、実は家を買うことになりまして、その契約が平日じゃなきゃダメなんです。家を買う、貴様の分際でか、舐めやがって。そもそも有給ってのはな、仕事が一人前にできるようになったら取れるもんなんだよ。お前にまだその権利はない。はい、わかりました。ああ、やっぱりダメだったか。木下部長、有給の申請をしたいんですけど。おお、いいぞ。というか田中くん、有給全然消化できてないじゃないか。積極的に有給は使ってくれ。おい、他のみんなもだぞ。あ、なんだ鈴森、その顔は。私の有給の申請は。もちろん却下だ。ですよね。はぁ、ちょっと木下部長、鈴森さんにだけ、それはひどいんじゃないですか。うるさい、部長の決定に口を挟むんじゃない。田中さん、ありがとう。でも大丈夫だから。ハルトさん。俺は鈴森ハルト、32歳のサラリーマンだ。元同僚で寿退社した妻の彩音と娘の凛と3人で暮らしている。そんな俺はご覧の通り、上司の木下部長にめちゃくちゃ嫌われている。どうしてこんなに嫌われてるか心当たりはないんだよな。うーん、俺何をしちゃったんだろう。ただいま。おかえりハルト。パパ、おかえり。なんだか元気ないじゃない。実はさ、有給認めてもらえなくて、来週の月曜休めなかったんだ。嘘でしょ、ひどくないそれ。他の方は有給取ってるのに。木下部長は俺のことを大嫌いだからさ。パパ月曜日休めないの。パパ、リンが木下部長にごっつんこしようか。リン、気持ちだけでありがたいよ。月曜日休みたかったな。まあダメ元でのお願いだったし、しょうがないよね。あんなことをしてる奴が家を買うなんてな、地獄に落としてやろう。そしてあの二人を鈴森という悪魔から救ってやらないと。今に見てろよ鈴森、俺が正義の鉄槌を食らわしてやる。そして翌日。鈴森、鈴森、ちょっと来い。何でしょうか木下部長。お前が買った家、お前の名義でローンを組んでるのか。買った家。この前家を買ったって言ってたろ。あ、いや、その、そうですね、私の名義でローンを組んでます。そうか。あの、それがどうかしましたか。ああ、いや、なんでもない。そうだ、月曜日の有給はやっぱり許可してやる。え、本当ですか。ああ、ありがとうございます。その代わり家の住所を教えろ。え、なんだ、教えられないのか。あ、いや大丈夫です、もちろん大丈夫です。じゃあここに住所を書け。わかりました。ただいま。おかえり。今日は逆にテンション高いのね。ふっふっふ。パパ、ちょっと気持ち悪いよ。うそ。で、どうしてテンションが高いの。聞いてくれよ、実は月曜日休めることになったんだ。え、有給の申請通ったの。やったー、やったねパパ。うん、やったよ。でもよく木下部長が許可してくれたわね。うん、俺もびっくりだよ、急にいいって言ってくれてさ。何はともあれ、これで家のことができるよ。パパ、頑張ろうね。
鈴森のローンだってことが分かり、住所も分かった。これであとは計画を実行に移すだけだ。そして月曜日、ここが鈴森の家か。鈴森のくせにこんな立派な家を建てやがって、まあもうなくなっちまうんだけどね。だっ鈴森はいないようだし、今のうちに火をつけてっと。燃えろ燃えろ。ハルト、携帯が鳴ってるわよ。あ、うん、ありがとう。って木下部長からだ。どうしたんだろう。まさか今から出社してこいとかじゃ。出なくていいかな。いや、さすがにそれはまずいでしょう。だよね。ああ、嫌な予感しかない。鈴森です。おはようございます。鈴森、お前今どこにいる？今はアパートですけど。そうか。それで何のご用ですか？実は鈴森に謝らなきゃいけないことがあるんだ。謝らなきゃいけないこと？木下部長、どんなに木下部長が悪くても俺に謝ったことなんてないのに。実はな、鈴森の新築の庭で花火をしたらお前の家燃えちゃったんだ。いやー悪いな、わざとじゃないから許してくれよ。でもこれから大変だな、ローンもあるのに。あ、いや今新居は食べてるところなんですけど。あ、新居を食べてる？ハルト、それ言っちゃダメなんじゃないの？あ、そうだった、間違えました。なんでもない、なんでもないです。ご用件は以上ですか？以上だが、家が燃えてるんだぞ。それなのにそんなリアクションなのか？はあ。ああ、なるほど。あまりのショックにリアクションが取れないってわけか。てへ。じゃあ後で家を見に来るといい。きっと消し済みになっているだろうがね。はい。木下部長、何の電話だったの？なんか俺の新居を花火で燃やしちゃったとか言ってた。え？新居を花火で燃やした？パパの新居ってこのお菓子のお家のことだよね？ああ、俺も最初はそのことかと思ったんだけど、木下部長に今日は娘の誕生日で誕生日プレゼントとしてお菓子の家を作るから休ませてくれなんて言えないから違う嘘をついたんだよね。その違う嘘って何？家を契約するからって言ったんだ。前に職場の他の人がそれで有給取っててさ、それならさすがに木下部長も俺にだって有給取らせてくれるかと思って嘘ついたんだよ。ちなみに住所を聞かれた時は適当な住所を答えといた。頭を働かせてそれっぽい嘘ついたんだ。すごいでしょ、見直した。パパの頭も働く時あるんだね。毛根はあんまり働いてないのに。ひどい、リン。すごいでしょじゃないわよ。そんな嘘ついちゃダメでしょ。だって木下部長、俺には意地悪で一度も有給使わせてくれないから。だってじゃないわよ、もう。あ、待って、もしかして花火で火をつけたって。ハルト、適当な住所ってどこの住所を言ったの？あ、それはね。燃えろ燃えろ。早く鈴森のやつ来ないかな。あいつの絶望する顔早く拝みたいものだ。木下部長。ああ、鈴森くんじゃないか。うわ、本当に燃えてる。木下部長、なんてことしてるんですか。あやねくん、久しぶりだね。これはあやねくんのためなんだよ。私のため？この男、田中くんと浮気をしていたんだ。ハルトが田中さんと浮気？パパ浮気はしたの？リン、浮気ね。ハルト、してない、してないって。絶対にしてないよ。俺は綾音が大好きなんだから。私はハルトを信じます。ほう。この写真を見ろ。ホテルから二人で出てきてる。嘘でしょ、ハルト。本当に浮気してたの？
ああ、やっぱり浮き輪してたんだね。あやねくん、だからあの時言っただろ。鈴森じゃなく俺を選ぶべきだって。俺を選んでたら今頃俺も結婚して幸せになれたのに。田中くんも本当にアホだ。付き合ってやるって言ったのに鈴森を選ぶなんて。いや、悪いのは全部こいつ。素敵な女性をたぶらかしたこいつが悪いんだ。だから俺はこうして鈴森に制裁を加えてやったんだ。違う、よく見て、これは隣のお菓子屋さんから出てきたところだよ。ほら、田中さん元パティシエさんだったでしょ。お菓子の家を作るのにいろいろアドバイスしてもらったんだ。あ、本当だ。そんなわけ。ん？あれ？リン、パパ許さないよ。リン、これ浮気じゃない。こっつんこー。いやー、ハルト、どんまい。パパ、ママの心はもっと痛かったよ。だから浮気してない。木下部長、ハルトは本当のこと言ってますよ。木下部長には今日家の契約で休むって言ったそうですが、本当は娘のためにお菓子の家を作るため休んだんですもん。お菓子の家を作るため？ハルトが言ってた今新居を食べてるって言ったのはお菓子の家のことです。じゃあ鈴森の新居は？新居なんてものはありません。え？うち家買ってませんから。え、じゃあこの家は？この家はハルトの親友の家です。鈴森の親友？はい、木下部長に住所書けって言われてとっさに思いついた住所を書いちゃったんです。なんだ鈴森の親友って。うそだろ、なんでうちがこんなことに。あー、犬さん。犬っち、ごめん。犬さんでも犬っちでもねえ、犬塚だ。ハルト、てめえがこんなことしたのか。違うよ、俺じゃない。俺のせいではあるんだけど。ああ、犬塚くん、燃やしたのはそこの人。てめえが俺の家を。いや、鈴森が悪いんだ。私は鈴森の上司でな、鈴森が調子に乗ってるから家を燃やしてお仕置きしようとして。最近の仇の発想はやべえな。は？仇？木下部長、犬塚くんは噂組の組員なんです。噂組の組員？それってヤクザ？そういうことになりますね。すみません、わざとじゃないんです。わざとじゃないんですよ。お仕置きしようとして火をつけたって言ってたよな。わざとって自分で認めたろうが。犬塚さんの家だとは思わなかったんですよ。お願いです、勘弁してください。なら消せ、この火は。あ、いや、消防車を呼んだ方が。いや、自分で消せ。無理。無理じゃなくてやるんだよ。消せないまま完全にこの家が燃えたら俺がてめえの命の灯火を消してやるからな。はい、木下部長、リンのバケツ貸してあげる。ちっちゃあ、こんなんじゃ消えるわけない。それでやれ。ほら、早くしねえとお前の命の灯火が消えるぞ。ハルト、後で犬塚くんにちゃんと謝るのよ。ハルトのせいで犬塚くん巻き込まれたんだから。その後、木下部長は泣きながら汗だくで凛の子供バケツで何往復もして消火に当たっていた。途中からは滴っているものが汗なのか涙なのか鼻水なのかわからなくなっていた。そして数時間後。家が先になくなっちまったな。許してください、お願いです。この通りです、犬塚様。犬塚様になっちゃった。許すわけねえだろ、てめえの命の灯火を消してやる。それだけはご勘弁を。犬さん、かわいそうだよ、こんなに泣いてるし。リン、子供は黙ってろ。
こいつは5000万円した家を燃やしたんだぞ。どうせ5000万円もこいつは持ってねえ。命で償ってもらわねえとは。あ、じゃあ犬さん、生まれ変わったらどう？生まれ変わる？これから木下部長は生まれ変わって違う人になるの。なら違う人になるから許せるでしょ？許せるわけ。木下部長、ちょっとバケツ貸して。えい！何をするんだ？あとはおひげを描いて、ほっぺも赤くして、まつげも描いて、できた！犬さん、今から木下部長はバケツ紳士さんだよ。木下部長じゃなくなったから許してあげて。リン、かっこいい、かっこいいよ。でしょ？いいだろ。いいの？だ、助かった。ただし、バケツ紳士じゃなくなった時点で命を取り立てる。はっ。はい。バケツを脱いだり、そのヒゲやまつげを落としたら、その瞬間お前は終わりだ。そしてこれからお前の一人称はバケツ紳士。部下にもバケツ紳士と呼ばせろ。それとてめえの給料はもちろん全額損害賠償として俺に払え。返事は？はい。よかったね、バケツ紳士。その後、俺もイヌッチにこっぴどく叱られた。本当にごめん、イヌッチ。ちなみに、木下部長が俺のことを嫌ってた理由は、木下部長は綾音のことが好きだったみたいで、綾音と結婚した俺が許せなかったみたい。そして木下部長が告白して振られた田中さんと俺が仲良くしてたから、さらに俺のことを嫌いになっていったんだってさ。そんなこと言われてもね。その翌日、木下部長、頼まれてた書類できましたって。何ですか木下部長、その格好は。俺はじゃなくて、これからはバケツ紳士と呼べ。バケツ紳士？笑うな、バケツ紳士を怒らせると怖いぞ。はい、すみません。アハルトさん、木下部長どうしちゃったんですかね。いろいろあったんだよ、きっと。でもいいな、俺もバケツ紳士になりたい。木下部長が羨ましい。ジロジロ見るな。その後、バケツ紳士は有給を普通に取らせてくれるようになったし、これにて一件落着。嘘をつくのは良くないって綾音には怒られちゃったし、それは反省しないとな。よし、じゃあこれからも家族のために頑張るとしますか。